ゆめまる。おっと、これはこれは、様之助殿、考えていただけましたかな。信長公に使える剣、どけ。おっとあの小僧を救おうだなんてもう間に合いませんよ。信長公が玄馬の力を借りて天下を取ろうとしてるのはもうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。ふざけるな。それで罪もない大勢の人間を玄馬の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は玄馬に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに生き血を満たし、信長公が一気に飲み干せば、斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃっとまたお会いしましょう、様之助殿。
Thank you.